はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。フィットネスインストラクター高田陽です。はい、ラジオでフィットネスの時間になりました。ここ沖縄市 FM コザから、そして全国に、そして全世界に健康という楽しさ、これを広めていきたい、発信していきたいという思いでこの番組を立ち上げました。今日も30分お付き合いいただければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。と言いたいんですけども、まあ、前回号、前々回号にもお伝えしましたが、今回は本当に大変まあ、残念なんですけども、いつもは沖縄の方で収録させていただいてるんですけども、今回はすいません、自分が沖縄の方でちょっと行けなくて、東京の方で音声のみの収録をさせていただいております。音声のみになりますが、その分皆さんには、熱いトークをね、皆さんにお伝えしたいと思いますので、お付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回ですね、私のもう本当にもう信頼するパートナーじゃないですね。ありがとうございます。パートナーじゃないですね、大先生。いやいや、先生でもないですねでもないです。サポーター、サポーターでもないですね。何でしょう、何でしょうね。というわけで、紹介したいと思うんですけども、もう自分が本当にこうフィットネスインストラクターになって、もちろんこう体のパフォーマンスを上げる面でもそうなんですけども、体作りの面でもそうなんですけども、もう本当にこうサプリメント、これを愛用させていただいております。で、自分が愛用しているのは、もう言っていいですよね。はい、はい、グリコパワープロダクションよ。はい、そうです、グリコです。はい、でもグリコっていうと、あれ、お菓子のグリコだよねと思ってる方いらっしゃると思うんですけど、はい、もちろん合ってるんですけども、合ってるんですけどね。グリコの、その、まあ、会社の中でもこうサプリメント事業ってありまして、はい、サプリメントの展開もしてまして、まあ、そこは自分がその中で、アドバイザリーという形でさせていただ、パワープロダクションの、まあ、よろしいですね、スタッフとして、はい、まあ、させていただいております。で、そこでいろいろ自分も、サプリメントを使うことによって、もちろん体の面もそうですけども、結果としてね、はい、例えばこうエアロビクスの大会出たりとか、はい、ボディービルの大会出たりさせていただいてる時に、素晴らしい、そうだよ、素晴らしいんですけども、はい、そこで優勝させていただき、素晴らしい、素晴らしい、本当にチャンピオン。そうなんですよ、と言いながらね、はい、昨日は餃子とレモンサワーサプリメント1個も取ってないじゃんみたいな、まあ、たまにはね。いや、最近ね、餃子とレモンサワーがもう自分の中でずっとハマっちゃって、コマーシャルみたいですね。なっちゃって、そう、ずっと餃子とレモンサワーの一味ばっかり探すようになっちゃって、もうそれじゃいかないなと思うんですよね。そんなわけで、はい、すいません、はい、ゲストの紹介してないので、はい、ゲストの紹介させていただきます。はい、はい、株式会社スポスタエグゼクティブエグゼクティブディレクター藤戸雅彦さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんにちは。で、前回のちょっと続きになります。ざっくり、はい、まず今紹介させていただきました、はい、株式会社スポスタ、はい、はい、どのような会社でしょうか、はい、という形になります。はい、まあ、皆さん、スマートフォンでも見られる方もおられますし、パソコンでももちろん見られると思いますけど、はい、まあ、IT インターネットの中で、はい、アスリートをサポートさせていただいているというサイトでして、はい、カタカナでスポスタと検索していただくと出てくるんですけど、はい、まあ、アスリートを、アスリートチームですね、はい、の、皆さんを、例えばですけど、ファンクラブ、講演会、まあ、選手のホームページを作らせていただいて、うん、そこで、まあ、いろんなファンとの交流とか、愛用しているグッズを販売していただいたりとかですね、まあ、いろんなことができるのが、まあ、インターネットの便利なところで、まあ、そこでアスリートを少しでもサポートさせていただいて応援していきたいという、まあ、会社、ね、それってプロだけですか？いや、もう一般の方もですね、もう街のサッカー、野球、まあ、いろんなスポーツをね、教えておられるスクールとかもありますけど、今言わない草野球チームみたいな。そうです、はい、そういうのもいいんですね。いいです、はい、もうどんな方にも使っていただけて、しかも基本的には無料で使っていただけるという、なんと便利なサイトがありまして、まあ、さっき言ったように草野球チーム募集みたいのをホームページを立ち上げて作ったりとか、そうです、ね、どんな選手がいますとか、はい、そうですね、例えばユニフォームのグッズの販売とか、はい、それでももうそれから一括でできちゃうという。そうですね、それはサイトの中でできると。そうなんですよ。だ、そうするとそこの、まあ、チームの紹介ページにもなるし。そうですね、ということですね、はい、なかなかこう
自分たちでホームページ作ろうと思ってもね、なんかこうお願いするとちょっと料金がね高かったりとか、まあ、もちろんそうですね、はいはいはい、ありますけど、うん、もちろんあのカスタマイズしてこういうのを作ってくださいだと料金が発生する場合もあるんですけど、まあ、こうフォーマットがありまして、はい、そこに従ってこう進んでいただくと、はい、なんと無料で作れちゃうっていう。おお、そこからまあよく言うもうちょっとこういろいろカスタマイズっていうかやりたいなと思ったら、はい、まあ料金がまあ別途でっていう感じですね。はい、すごいですね。まああの本当プロの選手からオリンピック選手から一般の方まで幅広く使っていただけるかなと思います。はい、スポンサーのスポはなんかこう正式名称がなんとなく分かるんですけどスポ、はい、スポーツ、スターはスター誕生って昔ありましたけど、そのスターですね。はい、はあはあはあ、スポーツスターを作っていこうっていうね。なるほど、熱い思いがありますね。でスポスターですね。はい、そうです。じゃあ Google とかでスポスターで検索すると、はい、ハーレーダビッドソンですけど、そうなんですよバイクが出てきますってね、はい、たまに言われるんですけど、はい、もう出てきますけどスポーツサイトがちゃんとあるので、はいはいはい、そこをまあ見ていただくときっちり理解していただけるかなと思いますので、ぜひこう Google でピュッとスポスターって入れていただければなと思います。多分、今こう FM 講座から発信してるんですけども、はい、沖縄とかってやっぱりこうちっちゃい島なので、そういった団体のチームとか、はい、で多分自分も聞いたので、沖縄やっぱ結構運動盛んなスポーツ長けてるところなので、そうですよね、はい、そういったチームとかやっぱあのたくさんあると思うんですよね、はい、うん、そこでそういったものを発信していきたいっていうのもあると思うし、そうですね、はい、やっぱ沖縄って島国だから情報を得るのってやっぱり今でいうとインターネットで情報を得る部分が多いと思うので、そうですよね、はい、そう、すごいですね。ぜひそうこういったのをねもし活用、そうですね、まあ便利ですよね、本当に。そうですね、今便利ですよね、はい、沖縄といえばあの安室ちゃんとか、はいはいはい、ダンスももうそういうそう盛んですもんね。だからこうやっぱそうダンスとかもそうだし、なんか野球とかもこう強いじゃないですか、はい、だから運動にはだからそういう感性的なものは長けてるような感じが、そうですよね、うん、今の時期はもう少ししたらこうプロ野球の球団もキャンプに、ね、キャンプに入る大体、はい、そうですよね、うん、まあ普段は大阪なんですけど私、はい、なかなか沖縄行く機会がないんでね、行きたいですけど。行ったことあるんですか。なんとなんと、はい、去年、はい、まともに本島には初めて行きました。ざっくりと生まれて初めて。そうです、はい、未開の地だった。そうですね、行ってそうで行ってなかったっていう、まあ、おげなげてもう一生にもう行かないじゃないかみたいな。いやもう今年も行きたいですね。あ、行きたいです、はい、よかったです、はい、何が良かったですか。いや、やっぱりなんか良かったですよ、まあ、全体に良かったですね。行った理由は息子のインターハイで応援に行ったんですけど。ああ、じゃあ観光じゃないんですね。観光じゃなかったんですけど、うん、まあそういう理由で行ったんですけど、やっぱりあの一部観光もしましたし、うん、食事もしましたし、まあいろいろ、まあ何がっていうか全部良かったですね、なんか、うん、違いますよね。はい、この空気感というか、こっちとはね、はい、このけど日本なんですよ、同じ。そうですよね。自分は初めて行ったのが沖縄、行ったのが2000年なんですよ、はい、覚えてて。あ、はいはい、2000年の那覇マラソンに出たんです。お、そうですか。だからちょうど20年前だ。素晴らしい、マラソンやられてたんですね。フルマラソン、その頃20年前結構マラソンばっか出てて、毎週毎週フルマラソン。そうなんですか。そうなんですよ。初めてじゃないですか、聞いた。あ、そうなんですか。そうなんですよ。すごい。で、そうですか。たまたま、その時になんか那覇マラソンがあるから、はい、みんなで出ようよみたいな感じになって、ね、はい、その時はそういう那覇マラソンの飛行機のツアーみたいなのがあって、はいはい、それで行ったんですけども、最初沖縄でしょって地図帳見てもちっちゃいじゃないですか、うん、このちっちゃいとこに何があるのかなとかいろいろ思ったら、普通に那覇とか大都会で、そうですよね、コンビニはあるみたいなのがあるので、車は渋滞、はいはいはい、人が多い、そうですね、東京じゃんみたいな、ちっちゃな東京みたいな感じで、はい、確かにね。でその時にそのマラソン出たんですけども、はい、
沿道の人がすごくなんか優しい優しい温かい、応援がね、応援がね、はい、温かい。だって知らない人からなんか角砂糖もらったりとかそうでしたか、はい、だって普通だって東京の人が知らない人に何か物をあげるとかないもん。まあ普段はね、疑いますよ。普段はないですけどね、うん、はい、そういうので、あ、なんか沖縄いいなと思って、はい、そっからかな、自分もちょこちょこ旅行行ったりとか、はいはい、だけど今回は、まあ、このラジオ番組の、ご縁もあってラジオの収録の時に沖縄にこうちょこちょこ行かせていただいてる形で、はい、そうなんですよ、はい、そういうのもあります。でなんか、まあ、せっかく沖縄なのでやっぱ沖縄からなんかね、今回のさっきのスポーツさんのホームページとかなんかも、はい、本当にこう活用しやすい場ではないかなと思うんですよ。そうですね、本当にやっぱ島だし情報が限られちゃうと思うので、はい、そこからなんか活用していただければと思うんですけども。そうですね、はいはい、でその前に藤戸さん、はい、スポーツさんの前がお仕事、グリコ、はい、グリコパワープロダクション、パワープロダクションサプリメントのね、はい、ブランドなんですけど、はい、その時の役職は 何なんですか？営業ですか？営業ですね、はい、グリコの中でも、まあ、うーん、20年展開してましたけど、はい、まあ、全体の中では割と、まあ、新規事業に近い部分ですし、まあ、人数もそんなにたくさんではないので、うん、まあ、営業もやれば、あの販促のようなこともやれば、はい、まあ、いろんな役割がありましたけど、はい、基本的にはまあ営業であったりとか、うん、まあ、高田巌さんのようなアスリートアスリート急に今フルネームで誰だろうと思った自分だと思った、はい、サポートの選手、はい、アスリートの、まあ、窓口というか、はい、もあのたくさんさせていただいたので、はい、こういったつながりがね、ありがとうございます本当に、はいはい、ラジオでつながるとはみたいな。そうなんですよ、はいはいはい、では逆に、まあ、30分の番組しかないんですけども、じゃあせっかくなので藤戸さんから、はい、そのサプリメントの、はい、その良さっていうか、はい、あの多分聞いてる人もそれは、はい、まあ、やっぱこう健康になりたいとか体変えたいとか、はい、いろいろ思いがあるんですけども、はい、そのサプリメントっていう言葉は知っててもじゃあどうやって使っていいのかとかで分かんないと思うんで、はい、じゃあまずサプリメントって何ですか、はい、みたいな感じのところが聞いていいんでしょうか、はい、ゆっくりでいいですけど、はいはい、まあ聞けばなるほど、ああそうだなと思われるかもしれないんですけど、はい、まあ、まず日本語で言うと栄養補助食品なので、はいはい、栄養を補助する食品なので、はいはい、食品ってことは、まあ、薬ではないので、はい、まあ、副作用もなければ、はい、まあ、ドーピングでもないということになるので、はい、まず安心して取っていただきたいと、うん、取っていただける食品であるということはまずお伝えしたいなと思います、はいはい、うん、でも、まあ、食品だから逆に言うとお薬のようにこう食後何錠飲んだらこういう効果があるみたいなことをはっきり書けない、はい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 っていうところがサプリメントの分かりにくい原因だと思うんですよね、はい、そうそう、だから多分どういう時に何を取って何を、はい、だからいろんな今名前も出てるじゃないですか、はい、なんか、はい、なんか一般で言うとアミノ酸とか昔流行ったとか、はい、コエンザム Q10 とか、はい、なんか、ね、とりあえず体にいいよみたいな感じで、はい、体の何にいいのかみたいな、はい、そうですよね、分かりにくいんですよね。そう、この前も言った例えばクレアチンとかね、はいはい、今グルタミンとか名前は聞くけど似てますもんね、そう似てるし、はい、何がないのなんか分かんないし、はい、一個にまとめたらないのみたいな、そういう感じですねそう確かにね、うん、そうなんですけどね。そんな中で、はい、フィットさんが、はい、この前の時の収録でも言ってたんですけども、はい、結構プロテインを結構挙げたんですけども、はい、その中ではプロテインサプリメントいろいろある中でも、はい、プロテインってやっぱ重要視高いですか、やっぱ重要。そうですね、はい、プロテインってまあアミノ酸、まあその前にちょっとだけワンポイントアドバイス、はい、なんですよ、はい、解説をするとしたら、はい、プロテインもタンパク質、はい、アミノ酸も実はタンパク質なんですよね。なんかこう薬のようなイメージが余計にこう持たれる方も多いんですけど、アミノ酸もタンパク質、しかもタンパク質の最小単位ってことで、はい、だからまあ即効性があったりとかね、吸収が早かったりするので、
結局タンパク質なので、なんでそんなタンパク質必要なのと、そうですね、うん、思われると思うんですけど、はい、まあ普段の食事だとお肉、魚、豆腐、納豆もうみんなそうですけど、卵とかね、はい、まあ、あの体を作ってるこの材料というかね、まあ、筋肉の材料でもあるので、はい、体作り、まあ、アスリートスポーツをやってたらやっぱ筋肉を使うので、はい、まあ、その材料も必要だし、そんなにスポーツやってませんっていう方でも、はい、やっぱ体を作ってる材料ってことは、例えば髪の毛とか、もうそうだね、そう、爪とかもそうですね、爪とか、はい、お肌もそうですし、はい、まあタンパク質、体はタンパク質でできてると言っても過言ではないぐらいの栄養素なので、なんか一般的にはタンパク質が筋肉ムキムキだから筋肉だけみたいなイメージがね、そうなんですよね、はいはい、それがどうしてもイメージが先行しちゃって、うん、プロテインとかアミノ酸とか、まあ、サプリメントが悪くないんですけど、そういうなんかこうちょっとマッチョみたいな、そうタンパク質、じゃあ、まあ、タンパク質マッチョムキムキになる、はい、はい、それはもうムキムキになりたくないっていう誤解ですと、はい、まあだいぶこうねこう浸透してきましたけど、はい、一般の方でも、まあ、最近はあのコンビニとかでもプロテインのね、うん、あのいろいろドリンクもあればこうチョコバーとか、はい、いろいろ売られてるので、けど実際の食事だと意外とタンパク質で取れてないんですよね。そうなんですよ、なかなかタンパク質を意識して食べるってことはなくて、逆に言うと難しいですよね、はい、意外と、そうですね、だってコンビニって例えばパスタとかあってね、パスタだけで終わったらタンパク質ってそんなないですよね。まあそうですね、はい、まあ沖縄だとこうソーキそば、ソーキそばですよね沖縄そば、そう沖縄の、じゃあ沖縄のトレーナーさんに一回ゲストの時に、はい、沖縄の食べ物って自分痩せないですよねって話をして、はい、だってソーキそば、はい、ソーキそばのソーキって豚肉だから、はい、豚油じゃないですか痩せないねえって話になって、はいはい、なんかスパムとかも肉だけど油入ってるから、ね、そうですね、サーターアンダギーって知ってます、はいはいはい、あれはもう油と油で揚げてるじゃないですか、そうですね、まあいいよねって話じゃん、だからやっぱ足りてないんだと思うんですよ、そうですね、うん、まああの麺類もそうですけど、まあ要は炭水化物なので、はい、あの油も脂質なので、はい、炭水化物脂質でもう一つそのタンパク質が、まあ、三大栄養素って言われる大事な栄養素なんで、うん、これなかなか意識してないと足りないってことになるので、うん、まあ、特にやっぱりスポーツ、まあ、沖縄だけじゃなくてスポーツしてる人はやっぱりタンパク質が足りないと頑張ってるのに、はい、うん、なかなかこう筋繊維が強くなってくれないとか後半すぐ足つっちゃうんですとか、ね、 はいはいはい、あるかもしれないんで、うん、まあ、そういう意味でも、まあ、タンパク質、はい、プロテイン、アミノ酸って、はい、まあ、すごく大事なんだなって、まあ割とスポーツには、はい、直結してイメージは湧きやすいんですけど、はい、一般の方も、はい、まあ、あの年齢がいってくるとちょっと筋肉が衰えてきたりするので、じゃあ年配の方も、はい、取った方がいい、そうですね、はい、年齢問わず、まあ、そうですね、まあ、あのいろんなタンパク質の取り方があるので、はい、無理やりプロテインを飲みましょうっていうコーナーではないんですけど、いやけどほらプロテイン普及委員会ですよね、うんいやもう今のプロテインは美味しいんでね、はい、本当にこう水でも牛乳でも、まあ、割っていただいてもすごく美味しいですし、うん、まあ沖縄にもアルペンさんのデポとか、はい、ゼビオさんとか、あ、はい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 、大型スポーツ店がありますし、そうですね、はいはい、まあ、そういったところ行くとプロテインがザーッと並んでますからね、はい、まあ、たくさんありすぎてこうどれがいいのかなって迷われるかもしれないですけど、そう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 、まあ、味もたくさんあるし、はい、こう、まあ、プロテインっていうかタンパク質の種類も動物性のホエイだったりとか、はい、植物性の大豆ソイプロテインとかね、そう、それの違いが分かんないと思うんですよ、はい、はい、ちょっとややこしいですよね、そう、そうなってくるとだんだんもうどっちがいいんですかみたいな、いっぱいあるからもう分かんないんですっていう方多いと思うんですけど、はいはい、大きく分けると動物性 の、 そのタンパク質、はい、ホエイの方がスポーツには適していると思いますけど、はい、まあ、あの大豆っていうか植物性 の、 そのソイプロテインっていうのはちょっとこう腹持ちがいいんですね、はい、そうするとどうなるかっていうと
腹持ちがいいってことはちょっとこうシェイクを飲むみたいな感じで、はい、ちょっとこれがダイエットにつながったりもするわけですね。満腹感が常にあるってことですね。そうですね。だからプロテインでダイエットできるのっていうね。あ、どうですか、逆ですよね、うん、発想は。そうなんですよね。だから意外とそういう取り方もあるので、ちょっと種類によってはいろんな目的でこう飲み分けられると。ざっくり言うと、はい、例えば運動してる人はまあホエーみたいな感じですかね、はい、でそれ以外でまあ普通日常の生活の中で何か補いたいって言ったらソイとかで。そうですね、よろしいんでしょうか、ね、まあ、大きく分けるとそうですし、はい、もちろんあの一般の方もホエイ、はい、動物性でも、まあ、とってもね大丈夫ですけど、そうですね、死はないと思うんですよ。どう違うのっていうと、まあ、ざっくり分けると、はい、そういう目的によって分けれるかなっていう、はい、あとは味が違ったりとか大きさが違ったりとかで、だんだん種類が増えてくると。あと例えばいろいろなどのぐらい取って どのぐらい取っていいのかとか、いつ取ればいいのかっていう質問であれば、はい、多いですか。はい、はい、いい質問ですね。だんだんこう乗ってきますね。乗ってきましょう、はい、けどあの時間内ね。あ、そうですねそうですね、はい、あのどれぐらいで言うと、あのプロテインって大体スプーンが、はい、共通のスプーンがついてるんですけど、あれだいたい山盛り2杯、はい、すり切りで言ったら3杯がだいたい 20g ぐらいなので、はい、まあそれが1回分、1回分、はい、はい、それをまあだいたい 200cc、 200ml ですね、はい、の水とか牛乳に溶かしてもらうと1回分になるので、はい、まあ1日基本は1回、はい、で運動してます、すごいトレーニングしてますっていう方は3回、はい、2回とか3回、3回とか2回っていうのはその取るタイミングっていつありますか。よく朝昼晩とかですか、はい、そうですね、はい、まあ、3つありまして、はい、1つは食後、はい、で2つ目が運動する場合は運動後、はい、で3つ目は寝る前でありまして、はいはい、まあ、食後っていうのはまあ朝でも昼でも夜でもいいので、うん、あの朝ごはんあんまり食べないですっていう方は、はい、まあ、時間短縮とかこうあんまり食欲がないっていう方も朝にプロテイン飲むっていうのはすごいおすすめで、はい、朝からすごい栄養価が、まあ、タンパク質もそうですしビタミンミネラルも取れるの で、 そうです、ね、はい、これ意外といいんですよね、うん、いいタイミング で、 で運動後、運動した時は運動後に飲むっていうのは、うん、まあ、運動すると言っちゃっていいですか、ね、成長ホルモンっていうのが出るので、はいはい、このタイミングに合わせて運動後に飲むっていうのは、まあ、すごくまあ吸収がいいっていうかね、うん、ベストタイミングですね、うん、で寝る前っていうのも寝てる間にその成長ホルモンが出るので、はい、これも寝る前に、あんまり直前だとお腹がもたれちゃうので1時間ぐらい前とかに飲まれると。結構取っていいんですね、思ったより。そうですね、まあ、なんか基本1日1回なのでその中の1回、うんうん、自分が一番飲みやすいとか、うん、運動する日は運動後に飲もうとか、まあ、いつもこう怠けがちだから朝ごはんの後とか、うん、朝ごはんの時に取ろうとかね、うん、決めていただいて継続して取るっていうのが大事で、これまあ知られてない部分でもあるんですけど、運動しない日も要は毎日取ろうっていうのがこれまたポイントなんですよ。はい、運動をその下から取るっていう考えではなくて、はい、はあ、毎日運動する日もしない日も、うん、1日1回でもいいので、うん、まあ、飲むとしたら頑張って毎日飲んでみましょうっていうね、はいはい、その方が、まあ、体がこう休んでる間にこう回復してくれるので、あ、はい、今日はオフで運動しませんっていう時も、うん、まあ、食後でもいいので飲んでいただくというのがおすすめです、はい、もうそれを生活習慣にしてくださいみたいな感じで、ね、そうですね、はい、そうなんです。ちなみにどこのメーカーさんのサプリでもよろしいんでしょうか。それはまあ、あえて言うなら今まで、はい、約20年間携わってきました、はい、グリコのパワープロダクション、はい、これがもうおすすめですですよね、グリコのパワープロダクションで、はい、ちなみに、今グリコさんだとさっきほど言ったんですけど、ほら今いろんな味があるって言ったじゃないですか、はいはい、で今大きく出てるのは3種類4種類ですか、味ですか、はい、そうですね、まあ、プレーン味、バニラの甘くないバニラ、はいはいはい、が一つ、はい、でチョコレー ト, チョコレート、はい、ストロベリー、はい、でサワーミルクっていう、はい、高田さんも好きな、はい、サワーミルクってどういう味って言われるんですけど、そこね、そこ面白くて、普通はバニラ味じゃないですか、はい、サワーミルクなんでバニラじゃないの、はい、
まあ、ちなみに、はい、これ個人的な意見でいいので、はいはい、3つの中だったらどれがいいんですか。いや一般的にあのプロテインはココアとか、はい、チョコレート味っていうのはやっぱりもう人気あるんですよね、はい、なんですけどパワープロダクションの中ではチョコレートも美味しいんですけどサワーミルクも美味しいんですけどサワーミルクってちなみにあのちょっとこう乳酸菌飲料っぽい味ですよね。そうそうそう、まあ、名前の通り、はい、もうヨーグルトではない、はい、そうなんですね、だけどバニラでもない、そうなんです、真ん中みたいな美味しいんですけどね。美味しいです、はい、はい、なんですけどストロベリーですかね、意外とストロベリーって出たばっかですよね、まだ。そうです、出たばっかっていうかもううん、そうですね、あの味の中では一番最後に出ました ね、まあ、ね、なのでそのストロベリー味出す時も、うん、もうあの社内でも、うん、こう仕事中ですよ、はい、仕事中ちょっと運動してくださいトレーニングしてくださいでちょっと汗をかいた状態ではい飲んでくださいとか、はいはい、何回もやったんですよ、はい、で汗をかいてる状態だとちょっと甘すぎるなとかあるじゃないですか、はいはい、そういう意味でスポーツをした後で飲んでも甘すぎず、はい、さっぱりとしていて、うん、水でも美味しくて、はい、っていうもう究極のストロベリー味を作ろうっていうね、はあ、そういう意味で思い入れもありますし、まあ、全部あるんですけど、まあもちろんね、じゃあ、まあ、変な言い方すると、はい、他のメーカーのストロベリーとはわけが違うと、うちはそれはあんまり言えないですけど言え、ね、美味しいと思います。そうそうね、はい、はい、そうね、じゃあじゃあちょっとまとめると、はい、もう意外と早い時間なので、はい、サプリメント、あ、プロテインは基本は取る時間、はい、取るタイミングっていうのが、はい、アスリート運動してる人と、まあ、はい、朝昼晩、はい、そんな感じでよろしいですか。そうですね、まあ、食後だと朝昼晩、はい、でそこに、まあ、トレーニングとか運動があると運動後、はい、あとは寝る前、そうですね、はい、で、スプーン2杯山盛り2杯山盛り2杯すり切りだと3杯、はいはい、であとは水か牛乳、そうですね、まあ、欲を言うとちょっとこう最近コンビニでも売ってますね、はい、低脂肪牛乳とかね、あ、はいはいはい、まあ、できるだけちょっとせっかく栄養価が取れるなら、うん、まあ、脂質はできるだけ抑えたいっていうことで言うと、はい、低脂肪牛乳の方が、はい、まあ、欲を言えばよりいいかなっていうね、はい、なるほど、はい、というわけで今日リスナーの方ね、すごいいい情報だと思います。そうですかね、はい、だってプロテインだって出た概念がいろいろあったと思うんですよ。ムキムキになるとか、そうですね、はい、太るとかね、だいぶこれ誤解解けてきましたね。そうそう、解けたと思いますので、でやっぱサプリ、プロテインはグリコパワーローションおすすめです。はい、そうですね、はい、個人的にストロベリー味そうですね、そうですね、まあ、でじゃあ今日藤田さんにお越しいただきましたが、じゃあ最初に、はい、株式会社スポスタで検索すると、はい、先ほどの、アスリートページの作成もできるということで、はい、はい、そうですね、またお時間の時またぜひいろいろゲストをお越しいただければと思いますので、そうですね、はい、ぜひ。あっという間の時間でしたが、今日本当早いでしょ、はい、なので多分しゃべり足りないといっぱいあると思うので、そうですね、あと高田さんのポージングも見たかったんですけどね、今日はね、そうなんですけどね、動画がないんで今ぼよぼよなんで、いやいやいや、はい、はい、時間です、ありがとうございますというわけで、また次回お会いしたいと思います。今日本当ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。